今回はソフビの話で2話に分けて話していきたいと思います。第1弾はソフビの偽物と本物を見比べていき、偽物を見極めるポイントを話していきたいと思います。第2弾ではこれはソフビならではの世界観だと思いますけども、偽物とパチモノのこの2つの定義を僕らなりの個人的な見解も含めて話していきたいと思います。こんにちは、ゆうすけとひろです。今回はひろくんにも協力をいただいてソフビ人形の話をしていきたいと思いますけども、まあ、ソフビっていうと非常に難しいですね。その難しさやややこしさといったところをできる限り分かりやすく伝えていきたいなと思います。今回はソフビの当時物とその当時物を似せた贋作ですね、こちらの見比べていくポイントを話していきたいと思います。まず一つ目が匂いですね。そして二つ目が傷、そして三つ目が厚みと重さ。この3点に絞って見比べて検証していきたいなと思います。今回の題材はまずは当時物で本物のガランですね。こちら、はい、ガランですね。そしてそのガランと見比べる偽物はこちらの3体ですね。右からタイガンですね。そしてキングワンダーとビッグアイと、こちらの3体が偽物になりますね。ガランと同じものは揃えることができなかったんですが、当時物と当時物を似せて作られた贋作、そこの見比べる要素っていうのは何個もありますので、先ほどお伝えした3点、こちらを絞って話していきたいなと思います。ではまずは1つ目の匂いですね。まずは匂いを見比べて検証するためにこんなものを用意しました。それが紙袋とドライヤーですね。ソフビ自体を温めていき、匂いを閉じ込めて、その匂いの違いを嗅ぎ分けていきたいと思います。ちなみにヒロ君は現役バリバリの専門バイヤーとして知識も豊富なので、何度か匂いも嗅いだことがあると思うんですけど、そういった偽物と本物、当時物と贋作といったような形で、見比べていきたいな、検証していきたいなと思います。ではまずはドライヤーで温めていない状態の匂いを嗅いでみたいと思います。ではまずは本物のガランの方から嗅いでいきたいなと思います。はい、どうですか、匂いします？まあそうですね、表面に、軽く、ほんわかと匂いはしますね。当時物の匂いですか？当時物の匂い、まあそうですね、なんかちょっと、柔らかめな感じがするっていうんですかね、そんなにこうきつくない感じの匂いがしますね、はい、じゃあ次は偽物ですね。ああ。こちらも本当ビニールって感じの匂いがしますね。ああ、はいはいはい。比べると結構はいはいはい。ああ、違いますね。匂い違いますね。違います。確かにビニールって感じの匂いがしますね、偽物は。では実際に温めて解体もしていきながら匂いを嗅ぎ分けていきたいなと思います。ああ、はいはいはい。ああ、本当だ。なので当時物っていうのは柔らかい匂いがしますね。そうですね。石油の匂いが強いんですけど、昔懐かしい柔らかい匂いといいますか、そういう匂いがしますね。そうです。では偽物もお願いします。匂いが全然違う。落ちます。温めると全然違います、ね、匂いが立ってきたかな、なんか本当にビニールの匂いが、ああ、ね、ビニールですね、はい、ビニールですね。全然多分、ああ全然違いますね。違うっすね。なんていうんですかね、多分あ分かりやすい匂いですね、ビニールの方が、こっちはちょっとこう石油の入った、難しいこう複雑な匂いがする。ああ、はい、なるほどなるほど。
なので当時物の本物に関しては本当に柔らかいような匂い、懐かしい匂いがするんですけど、偽物に関しては近年作られている復刻のような強いビニール臭とまではいかなかったんですけど、どちらかというとそのビニール臭と石油の匂い、柔らかい石油の匂いがこう混じったような匂いでしたね。まあこれもおそらくなんですが、当時物に似せてこの贋作たちを作ってると思われるので、石油で煮て匂いをつけたのではないかなと思います。そして時間とともにその石油の匂いが薄くなって、作られた当初のビニールの匂いと薄くなった石油の匂いが混じったような匂いがするんじゃないかなと思います。そして今回のポイントの一つ目の匂いということなんですけども、この匂いは判断基準の一つなんですが、この偽物をもっと石油でグツ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 長時間煮たら、もう少し強く石油の匂い、柔らかい石油の匂いっていうのはつきますので、匂いだけでの判断っていうのは難しい場合も中にはあるということですね。まあいずれにしても今回のこの偽物3体っていうのは、温めて匂いを嗅いだ時に若干石油の匂いはするんですけど、やっぱりどうしてもビニール臭の方が強いですね。その時点で当時物ではない偽物ということになります。あと、まあ、匂いもそうなんですけど、まあ、温めるとソフビってすごい柔らかくなるんですよね、はい、柔らかくするとパーツが外しやすくなりますんで、実際にあ、もうこれですね、はい、実際にパーツを外して中身を見てみるっていうのも一つの判断基準になるかと思います。当時のソフビだとマルサン自体が1966年にできてますんで、60年以上今から経ってることになりますんで、中身を見てもカビとかホコリなんかがね入ってたりして、まあある程度当時こう遊びに使われてたりしたら、関節の部分とかに泥とか汚れとかもついてたりしますんで、まあそういう部分で見分けもできるかなと思います。贋作、まあ、偽物の方はやはり外見を似せて作られておりますので、こういうものの中を見た時にすごい綺麗に作ってあるっていうのはよくありますね。昭和の匂いっていうのはなんかこう難しいと思うんですけど、なんかこう柔らかくて懐かしいような匂いがすると。で一方偽物っていうのはもう分かりやすくビニールのちょっとこうツンと鼻につくような、匂いが、漂ってくるっていうのがポイントになる。では2つ目の傷を見ていきたいと思います、はい、この傷は結構重要ですね。この偽物の3体ともそれらしい傷がついているんですけども、よーく見比べてみるとかなり不自然です。傷として大きな色ハゲがあるにもかかわらず、その大きな色ハゲの周りは結構綺麗で、3体とも目立つ色ハゲがあります。そしてその他、その周りの塗装っていうのは結構綺麗に残っています。こちらのキングワンダーに関してはさらに黒の線の色移りがありますが、全部一緒です。均等です。傷にしても黒い色移りにしても意図的につけられた可能性が非常に高い付け方になってますね。そうですね、まあ、お客さんによく例え話で言うのは、まあ、ナチュラルに履き続けて膝が破れたダメージジーンズと、ダメージがついた状態で売られてるダメージジーンズでなんかやっぱ違う感じが、違和感みたいなのがあると思うんですけど、それと同じような感じですね、はい、あと先ほどの中身を分解して汚れとかを見た時に、手の凝った偽物を作ろうとして中身も汚そうと思った場合、やっぱりその汚れ方にも違和感っていうのは出てくると思います。もう自然の流れでついた汚れだとか傷っていうのはもう本当時代の流れとともについたものなんで、もう本当に経年劣化っていう感じですよね。そうですね。だけど意図的につけられたものっていうのはやっぱりこう時代を流れてきてないなっていうような真新しい傷といいますか、そういった違いがあるということですね。そうですね。綺麗な傷、綺麗な傷っていう感じですね。はい。では3つ目の厚みですね。ソフビ自体の厚み、重さということですね。ブルマーク後期のソフビ自体が厚みが薄いものが多いんですが、この3体は逆に分厚くて重いです。その中でも特に2体は重いですね。普通のソフビはだいたい130から140ぐらいかなと思うんですが、タイガン、こちらですね。タイガンに至っては測ったら 195g ありました。そしてこちらのビッグアイですね。こちらが 174g ですね。そしてこのキングワンダー、こちらが149と。じゃあ本物のガランは何グラムかっていうと146グラムというところですね。だいたい130から148、50ぐらいですかね。ちなみにこうやって並べてみると色合いの話にもなってくるかと思うんですが、基本的に色合いは個体差なので大きくは関係ないですね。当時のおもちゃの量産っていうのはもう今とは違って本当に適当で、パートの主婦さんが赤ちゃんをおんぶしながら塗装や組み立てなんかもやっていることがあるので個体差だらけですね。しかも1日の
ノルマの達成前に塗料が切れてしまった場合、違う色で作って納品して、それが30年後にめちゃくちゃレアな色だということで超プレネがつくなんていう話もあります。なので色合いでの判断っていうのは難しいのかなって思いますね。しかしこのガランの色味は年月が自然に流れた色をしていて、他の偽物3体は色味に経年変化の味は感じられないですね。これは完全に見比べてみての感覚にはなるんですけども、やっぱりそういったことを感じることもできます。まあ、本当に当時は怪獣ソフビを出せば売れるっていう、もう作ったら売れるっていう怪獣ブームの時代でしたので、もうとにかくたくさんの下請け業者に依頼して作ってもらってたので管理しきれないんですよね。色の個体差もありますし、足の裏の刻印が何個もあったりとか、両足にあったりとかっていうのもあったりして、個体差ですね。はい、もうとにかく大量に作られてたと。で、あと、まあ、本当は全く同じ偽物と本物で同じ怪獣があると分かりやすいんですけども、やっぱり贋作っていうのは元の当時のソフビから型取りをして作ってるので、先ほどみたいにドライヤーで温めたりして、はい、実際に本物のソフビの体に手とかをはめ込んでみるわけですよね、うん、そうするとあのプラハンってこうやっぱ小さく作ってあるんで、あ、はいはいはい、ピタッとはまらないっていうところでもやっぱ全然違ってくる、型取りをしてるからねということですよね。一回り小さい、はい、あ、なるほど、まあ、そういう部分でも違いっていうのは分かるかなと思います、うん、そうですね。中には本物の型から作られて精巧に精密に作られた偽物もありますので、判断が非常に難しいものも中にはあります。今回お伝えした3体は悪意のある意図的な傷があるので明らかな偽物です。なのでソフビに関しては非常に奥が深いですね。そして奥が深くて根強いファンの方がたくさんいるからこその面白さもあります。それが一つに偽物とパチモノといったソフビならではの世界観ですね。この偽物とパチモノに関する世界観、価値観もソフビを語る上では外すことのできない話になりますので、パチモノに関しては次回の動画で話していきたいなと思います。最後に今回の話をまとめると、まずは匂いですね。本物、当時物の匂いっていうのは石油の匂いが強くて昭和の懐かしい匂いを感じることができる。そして今現在作られている現行物の匂いっていうのはビニール臭がしますよというところですね。そして偽物はビニール臭が強かったり、石油とビニールが混じり合ってる匂いがすると。そして現在作られている偽物の匂いもビニール臭が強いですよと。なので明らかに匂いが分かるものであれば分かりやすいんですけども、当時物と現行物っていうのがあるので匂いも一つの参考にしてみてください。そして二つ目が傷ですね。当時物っていうのは当然何十年と年代が経っているので自然な傷はあるのは当然です。偽物は刃物でわざとつけられたような傷になっているということですね。傷の周りが割と綺麗だったりするので非常に傷のつき方が不自然だったりするわけです。そして3つ目の厚みですね。ブルマーク後期のソフビっていうのは生地自体が薄いものが多いので、偽物に関しては生地が分厚いことが多いです。なので重さが通常の重さよりも重いということがありえます。これも一つの参考程度に見てみてくださいといった感じですね。といった形で偽物と本物の見比べ動画っていうのをやってまして、またさらには買取専門店をやっているんですけども、専門店でもなかなか手に入れることができないレアな商品、珍しい商品っていうのを動画で配信しています。もしいいなと思っていただけたらチャンネル登録と高評価の方をぜひぜひよろしくお願いします。次回のソフビ検証第2弾に関しては偽物とパチモノですね。偽物とパチモノについて話していきたいと思います。ではまた次の動画もよろしくお願いします。Shadow